一般のドライバーが自家用車で客を運ぶ日本版ライドシェア、今日から札幌圏でも解禁されました。事業を始めるタクシー会社、そして利用者はどんな思いを持っているのでしょうか。札幌のタクシー会社昭和交通、新たに始まるライドシェアへの参入を決めました。背景にあったのは運転手不足に対する業界内の危機感です。ここをなんとかカバーしていかないといけないというところで、我々業界団体としてもですね、しっかりとそこをカバーするべく何かしらの動きが必要と。運転手不足などを解決しようと導入されたライドシェア。東京などでは先月からサービスが始まり、札幌圏では今日解禁されました。一般ドライバーは安全面を保障するためタクシー会社と契約を結び、その会社の管理のもと研修や車の点検を実施。札幌圏ではタクシーが不足する土日の午前1時から4時台に最大110台の運行が認められました。また一般ドライバーはタクシー運転手に必要な二種免許はいりません。制度に街の人は、全然、はい、特にも気にならないですね。安全面ですとか、なんか他にもその免許を持ってない方がするっていうので、どういう方か身元もわからないですよね、はっきり言って。やっぱりそういうのはちょっと避けるかなって。一方のタクシー運転手は、繁忙期の時間帯はどうしてもあのお客さんに迷惑かけるんで、その時間はありかなとは思います。仕事がどうのこうのっていうんでなく、安全の関係から見るとまずそういうのは良くないなって。運転手不足から導入されるライドシェア、しかし業界内には既存の事業を脅かす存在になるのではとの警戒感もあります。タクシー事業者の管理下のもとっていうところは非常に大きいところで、これがもう本当にどの産業にも解禁という形になると、おそらく多分タクシー事業がうまくいかないという状況になってしまうのかなというふうに考えています。期待と不安、さまざまな思いが入り混じる中、新たな制度が走り出します。ではこのライドシェアについて改めて見ていきましょう。札幌、江別、北広島、そして一部を除く石狩の札幌交通圏が対象となります。で、このエリアで土日の午前1時から4時台に最大110台までの運行が認められました。ただこの台数についてはですね、この半分の数55台からまずは始めることになっています。では私たちがサービスを利用するにはどうしたらいいのでしょうか。配車アプリが必要になります。ただこれは今ある既存のタクシー配車アプリで、引き続きライドシェアの予約の場合も使えるように今後なっていきます。で、この配車アプリで車を予約しまして、事前に目的地と運賃を確定させるという仕組みです。タクシーが足りない時間帯に一般ドライバーの車が活用されることになります。で、運賃はタクシーと同じ水準となっています。まず伊藤さん、こういうサービスが実際始まったら使おうかな、ユーザーとしてはどうですか。そうですね、海外行くともう一般的なので、なんかこう違和感はあまりないですけどね。アプリも最近配車アプリも一般的になってますし、その安全面っていうことを言われてますけど、なんかむしろ私は同じ金額っていうのが不思議だなと思っていて、でやっぱり海外でもちょっと運転の荒いおじさんとかいて、ちょっと怖いなって思ったんですよね。そしたらやっぱり、ちゃんと正規のタクシー使おうかなとか、ユーザー側が選択できるような仕組みの方がなんかむしろ安心じゃないかなって思いました。海外の場合確かそれ評価できるんですよね、できますね、良かったとかね、そうじゃなかったってね、で日本版はだからちょっと違うってことなんですけども、これも解禁されたけどすぐに運行は始まらないということなんですよね、そうなんです。北海道運輸局は対象のタクシー会社48社に対して昨日から移行調査を始めました。参入したい会社は何台まで出せるかなどをまとめて今月10日までに回答します。それを受けて運輸局は今月17日をめどに割当て台数を各社に知らせます。これ午前1時から4時台の運用と
ということですけれども、タクシー会社は冬場になると必ず足りない事態が起きると見込んでいて備えているということも話していますが、まあ、これ新たに始まる制度ですので、事業者にとっても利用者にとってもこうなんか役立つ制度でスタートしてほしいなと思います。